収録前の様子。あ、わかりました。はい、よいしょ。こたつと縁のない人生だから。家にないですか？ない。ああ、そうなんですね。実家にもない。え、なぜ？ソファーだから。地べたに座らないってことですか？ダイニングテーブル。ああ、そうか、そう、なるほど。へえ、縁がない。若干の緊張が見て取れる宮原。というのも、昨日はねねのお誕生日でしたので、本日は翌日。イエーイ、おめでとう、ねね。イエーイイエーイ。2周年だね。そうだね、うん、なんかあっという間だったね。そうだね、うん、え、終わるもこれ終わる流れ、今終わらないんだけど、うん、あの、まああのですね、詳細は音声の方で全部やったので、ひえみや .com 2月号をぜひ聞いてください。ぜひ聞いてほしい。神回だと思うマジで。このお話の発端がこちら。ひえみや .com。 どうも、ひえの方ひえだねねです。どうも、みやの方宮原さつきです。はい、ひえみや .com 2023年2月号1日に更新されるから。そうか、そう、1月がもう終わっ去年だったんですね。2023年になって撮るのは今日が初めてだから、そうです、ちょっと違和感あるという話で。さすが正月感なかったですね。なかった、開けてなかったんでね。何も喋んなかった、年末年始のこと。何の話したっけ何の話したっけ、それすらわからないですね。何の話してました、前回。うん、あ、そうだ、キイちゃんだ。ああ、そっか、そうだ、風邪ひ、あ、うーん、そうだ、カップヌードルの話、風邪ひいた時の。そうだわそういう話をしたしましたけど、ふわふわ、はい、今回もメールをね、うん、はい、いただいておりますから。あ、ちょっと、うん、その前にですね、はい、今回は1月16日に収録しておりますんでね、はい、じゃん。え、昨日お誕生日だったじゃないですか、はい、ここでお手紙をね、なんて、怖い、ちょっとなんで封筒が真っ黒だからそれ、そう、ディレクターさんが用意してくれた。完全にライアーゲームとかのさ、確かに正体の封筒本当に真っ黒の封筒中身はちゃんと可愛いので、どうぞ。あら、ぜひ。あら、読み上げてください。どうしよう、泣いちゃったら。うん、な、私さっきもあのうさぎの動画を見て泣いちゃってたんで。泣いてた、可愛すぎて泣いてましたね。可愛すぎて泣いてたから今ちょっと情緒が不安定かもしれない、うん、どうぞ。え、何なんだろう。え、待って、どんな、どういう、あそこをさらに開くと書いてあります。すごい、はい、これ読むの、うん、読み上げ、読んでください。ねねさんへ、そう、恥ずかしいお誕生日おめでとうございます。いつも一番近くで見守っていてくれてとっても嬉しいです。いろんなところで頼りにしています。これからもどうぞよろしくね。こんな私と、え、待って待って、これ待って、西野かな、こんな私だけど笑って許してね突然だけどこの場からタメ口解禁、お誕生日おめでとう、さつき突然だけどこの場からタメ口解禁。そうですどう思いますか。え、いいよ。えー、嘘でしょピーを入れてください。今メイクさんの本名言っちゃいました。えー、嘘いいよって、嘘、びっくり、本当に、なんで、うん、いいの。え、なんで逆に。めっちゃビビってたの。え、超ビビってて、もう、え、今日来て、うん、メイクさんと喋ってて、うん、タメ口にしてみたらみたいな話になって、うん、でも絶対嫌がりますよみたいな。だってここまで4年間ぐらいずっと敬語できてまあユニットでは同じ立場だけど事務所で言うと2年ぐらい先輩だし、うん、嫌がりますよ、絶対怒るかもって言ってこのディレクターさんにも考えてるんですけど、うん、本人は多分嫌がるんですめっちゃビビって、そう、
死ぬほどビビってて、そう、どうしたらいいかしらって喋って手紙に書いてみたら、うん、そうですね、大丈夫かしらって書いた。本当に嬉しい、泣いちゃいそう。あなたが、逆にさ、うん、そう怒ると思ったんだ。思ってましたよ、嫌がると思ってましたよ、思ってた。いいの？逆にいいのなんだけど、だってさ、私ずっと覚えてるのが、うん、最初そのユニットで一緒になるってなって、うん、でもさっきだけ先輩後輩だから敬語どうしようみたいになった時に、うん、いや敬語でいきましょうみたいな、やっぱり私たちは先輩と後輩という特別な関係性があるから嬉しいはずです。やばい。ちょ待って、マジか。敬語にした方が絶対に美味しいです。本当自分で言ったんすか？いや、むしろ私はこのメイクさんと喋ってて、いやでもファンの皆さんは私たちの関係性を好きだから多分ファンの人が嫌がるんですよ。あ、それを見越してた。自分で言ってたんですね。ごめん、その話してよかったよ。そう、いや言っていいです。そうなんだ。でもそう、なんかもう長い付き合いだし、なんか8人とかで喋ってても、うん、1人にだけこうパッて切り替えて敬語っていうのがちょっと大変かもって思ってきたから、タメ口でもいいの？いいよ、かわいいね。本当に？かわいい。ねねさんの方はどうする？え、私？違う違う、読み方。なんで？どういうこと？え、違うよ。あ、私の。さん付け、そう。さん付けは？確かにね。残す？ちゃん付けにする？呼び捨てでもいいの？だって想像つかなくなっちゃった。どうしよう、ちょっと慣れすぎちゃった。まあ、どれがいいの？どうしよう。でも結構さ、うん、ダイアログで言うと、うん、マナスとヤカンはさ、うん、3だよね。3、まあ、ヤカンに関してはたまに敬語で半分敬語半分タメ口みたいな、うんうん、マナツもか、うん、マナツは完全にタメ口って、タメ口か、だけど さん付けかちゃん付けか、でもメネって呼んでる、なんかその日によって違う。そうそう、確かに違うね。まあ、それを踏まえて、うん、なんて呼びたいな、どうしよう、なんかすごいそわそわしちゃうかも、慣れてすぎて。だってずっと3、4年ぐらいだって3だったわけじゃん。もう3だったよ。もう始まりから数えたら もっと長い間3付けだったじゃん、うん、確かに。でも私、うん、他のメンバーとだけ喋るときは、うん、ねねって呼んでた。そう、マヨとかに喋るときは、まあ、ねねはねって喋ってた。知らなかった。待って、おもろくて涙出てきた。待って、それ1ミリも知らなかった。本当 本当にだって、その片鱗が1ミリも なかったじゃない。もちろん本人の前では完全に間違えたんだ。もう完全に敬語とさん付けでしたからね。すごい。待って、知らなかった、本当に。ねねって言ってた。面白い。知らなかったよ。だから言いやすさ的には、ま、言いやすいな。違う。ねねさんが、まあ確か本人には言いやすいけど、うん、ねねに口なじみはあるし、ある。私は全く聞きなじみがない。でもみんなが呼んでるようなねちゃんとかは行ったことがない、うんうんまあ、そんなにねちゃん呼ばないからね。あ、ほんとそうなの、うんうん、まゆが呼んでるイメージがあった。ねちゃん、え、まゆねねちゃんだよ。あれ、まなつがねちゃんってたまに言ってる。あと、スタッフさんが。あ、なるほど、うん、そっか、どうしよう、誰がいい？あ、まで呼びやすいのでいいよ。ちょっと、でも最初の数ヶ月はちょっと笑ってるかもしれない。ちょ、なんだよ。本当に？でも私は慣れてないから。あ、そっか。じゃあ、たつきちゃんは慣れてるかもしれないけど、ねねにするね。おおあ、告白成功した学生カップルようなういういさがやばいと出てくださいって言ってます。呼び方変えるやつ。確かに確かに。そう、下の名呼び捨てにするね。ずっとただのクラスメートだったのに。先輩後輩が先輩。そう、先輩ずっと先輩、日枝先輩だった。こんな経験なかなかないよね。ねねにするねみたいな。
しかも片方は別に言い慣れてんの。そう勝手に勝手に言い慣れてるんだもん。ドキドキした。いやこっちの方がドキドキしてるわ今。うん、そっか。でもじゃあこの後のもう生放送ではもう急にタメ口で行くの、うん、びっくりしたでしょ、うん、行く。この下りは説明するの、生放送で説明しないで急に。話してるから確かに今はこれを受け入れて、うん、ドットコムを聞いて。でも私はずっと笑っているかも。分かった、ありがとう。すごい嬉しいんだけど。すごい、これはでも必聴だね、ファンは。確かに歴史的瞬間ですね、これは。そうだわ、すごいわ。マネージャーさんもびっくりするんじゃない。びっくりする。本当だ、急にマネージャーさんにも。あ、でもそこのネネはなんとかだと思います。絶対笑うと思う。すごい、わあ、ドキドキ。びっくりした、ありがとう。でもやっぱ黒い封筒で合ってたんじゃないですか。なんでよ。前半ちゃんとおめでとうメッセージだったよ、ね、途中あれは西野カナさんだよね。そう。もうドキドキで書いてるから、なんかすごい重たい手紙になると思って。ちょっとちょけたの。そう、ちょけたの。あ、ほら。ああ、ありがとうございます。緊張した。どうぞ。なんかこのなんか 手紙の書き方もこの真っ白いやつに真ん中に中心にこう、うん、そう、ちっちゃめの文字でギュッとした手紙だから。よりね、ちょっとこの黒い封筒が合うというか。すごい、確かに。あ、これで確かにこのままだと生放送まともにできない気がする。うん、分かった。よし、じゃあ私が読みますか、うん、このじゃあこれでいいのかな。はい、じゃあ、いただいたメールを読みたいと思います。ヒーミアネームキングピンさんからです。ありがとうございます。皆さん、さっぴこんばんは。こんばんは。そして姉さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。ありがとう。ねえねえ、おめでとう。ねえ、メイクさんも置いてある。本編できないよ、こんなんじゃ。いやね、やっぱここにいる皆さんはもうだから初期からずっと初期面ですから、そうやっぱ関係値を知ってるからよりおもろいだしね。ねね以外の2人には事前に喋ってあるから全部、うん、そうか。はい、じゃあ続きます。はい、お正月休みで実家に帰省した時の話です。久々に実装掃除していると、小学生の頃の2分の1成人式で書いた将来の夢についての作文が出てきました、うん、何を書いてたっけと気になり中を読むと、そこには将来は車を作る人になりたいと書かれていました、うん、今ではメーカーで自動車の設計エンジニアの仕事をしているので、当時の自分に多少は自慢できる大人になったのかなと思い、少しだけ仕事のモチベが上がったお正月休みになりました、うん、お二人は2分の1成人式の記憶って何かあったりしますか？もしなければ振り返ってみて、子供の頃の自分に自慢できる大人になったなと感じることはありますか？だそうです。おお、ありがとうございます。いいですね、ちゃんと仕事と。すごい、夢を叶えて。うん、確かに。2分の1成人式やりました？なんでそっちが敬語になってんの。確かに。違う、逆転したいわけじゃないのよ。間違えた。やった。やったよ。覚えてる？でも2分の1成人式ってそんななんか、うん、イベントとしても学校がやるの？あ、私は、私ななんか授業参観の日にやってたんだよね。あ、なるほどね。そうやってて、ね、多分ね、うん、親に対してのありがとうの会と、多分道徳かなんかの授業でやってるんだけど、うん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 、とあと成人式の日の自分に向けての手紙、うん、はい、10年後にそう、はいはい、書いて、それを担任が回収して、うん、実際に私たちの成人式の時に来て、私ねっていうエモい感じのことをやってたんだけど、うんうんうん、私は成人式に行かなかったから、その手紙はどうなっているのかわからないって感じ。でも何を書いたか覚えている。
なんとなく。あ、何を書いていたの？うん、多分こう混ぜてたんだよね。混ぜてて、ね、これは大人が気持ちいいだけのやつだよって思いながら手紙を書いてたの。嫌な子供。そう、全然可愛くなかったから。小学4年生にして嫌な子供だわ。そう、だからなんかあんまりノリノリで書いてなかったけど、うん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 、でも私一応小学校の卒業アルバムに将来なりたいものにトリマーと声優って書いてる。で、小4にはもう声優のこと知ってるから声優になれてたらいいねみたいな感じのこと書いてるかも。書いてるんだ、その時にも。そう、すごい。じゃあ本当にそんな感じ、キングピンさんと同じで。確かに、だから叶えている。昔の自分に自慢はできると思うな。ねねは？間違えてるやん。ねねさん、ねねすってあだ名もね、あるからね、実際。あ、じゃあ大丈夫、S が入っても。私、2分の1成人式やった記憶がないから、多分ないかったと思う、小学校で。長くて。うんうん、でも、高校2年の時に、お、結構もう最近になっちゃうよね。はい、高校2年の時に、うんうん、何年後の自分へだったか忘れたけど、でもなんか未来の自分に、うん、あ、じゃあ1年後？あ、高3の最初だ。お、はいはい、高3の、うん、17歳じゃない？そう、17歳頭の方の時の行事、うん、宿泊行事でなんかみんな1年後の自分に向けて書いたやつ、作文があって、うん、それはもずっと持ってて今も、うん、そこはもうバリバリ声優になりたいから。へー、でももう受験期に入ったから養成所も行ってないし、うんうん、なんか私なんかたまに読み返してるから全然内容覚えてる。あらー、そう、なんかすごいね、うん、やっぱキラキラしているから、その時の私、うん、なんかその今はなんか勉強にやんなきゃいけないから、うん、なんかこう思う、自分が思う存分なんかお芝居とか練習できなくて、うん、もどかしいだろうよね、もどかしいよね、もどかしい今、うん、今もどかしい、うん、今もどかしくて、でも1年後はもう大学に入って、うん、なんか養成所にも入ってるかなみたいな、うん、ことをなんか言って、でもなんか私は今すごい本当にだからその仕事がやりたくて、うん、のためには頑張ろうとしてるから、わお、そう、頑張るから待っててじゃないけど、うん、なんかそういう感じのこと書いてた気がする。なんかその気持ちを忘れないでみたいなこと書いてた。すげーかっこいい。わかんない、だからそれをね、うん、やっぱり読むとね、うん、初心に戻れる感じはするからね、うん、だから持ってるんだと思う、うん、ずっと引っ越ししたりしても。へー、 それで読み返してんの。そうそうそう、すごい。だから全然小学校の時はむしろまだ声優になりたいって思ってないから、うん、いつなりたいと思ったの？中1の終わりかな。あのね、うん、小学校の卒業文集には、うん、なんか幸せになりたいって書いてた。おー抽象的すぎ。うん、いやなんか多分その時昔はその歌手になりたいとか書いてて、うんうん、でもなんかやっぱ小6の時は果たして歌手だろうかみたいな。歌は歌いたい、でも演技もしたいし、うん、なんか好きなことに関わりたいけど具体的に何がやりたいっていうのがまだなかったから、うん、総括して好きなことをやって幸せになりたいみたいな、うん、書いてた気がする。でもそれも叶ってるね。叶ってる。でも自慢できる大人になってるんじゃないかな。やっぱ好きなことを仕事にして生活するのは、うん、生活したいっていうのはやっぱその時からきっとあったから、うん、それはできてるから自慢できるのではないかと思いますね、うん、はい。そうだね。ぎこちないな。本当にぎこち。確かに、まあ、ねねは言い慣れてるけど、ねねは言い慣れてる。確かにね、面と向かってタメ口はそうだ、ないから。私今顔があんまり見れない。え、そう、あんまり目が合わない。むしろ私はハイになってるからガン見してるからずっと。恥ずかしくてあんまり見れないわ。こんな可愛いの今だけや。本当にそう思います。本当にそう。半年後にはやばいよ、全然ダラダラと、うん、なんでお前さみたいな感じになってるかも。やばい、怖くなっちゃうかも。今まではやっぱ後輩という補正があったから可愛かったけど、それが全部取れたら私が怖くなっ、ビビっちゃうかも。ならんと思う。
初心に帰ろう。初心に帰るって大事なんです。私にとっては2分の1成人式ここ。じゃあ私がなんかそれで怖いなって思ったり、うん、嫌だなって思ったら、うん、このひみどっとこの URL を LINE で送る。でも送ってもうだから遠くのあのピンにつけるアナウンスしといて。すごいメッセージ性の強い回になりましたね。でいややっぱ伝説回2023年やっぱり何かが変わる気がしていた。わおもろいな。これちょっとダイアログのメンバーとかスタッフさんにも聞いてほしいよね。確かにね。いやみんなは確かにびっくりすると思う。びっくりするよね。うん、いいのみたいな、いいことになったの、うん、みたいな感じになりそう、ね。はい、はい、もうここら辺もう一つぐらい読みますか。もう終わり。お、読みますか。そうか、まだ鳴らさないと。まだ鳴らさないといけない。そうね。どっちかね、選びにしない。あ、はいはい、じゃあこれにする。はい、やる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 きっこネーム、おかずのりさん、ありがとうございます。ねね&ねねさん、間違えた。待って、何？もう今、ねねって呼ぶんだって思ってるから。サンピもねねって呼んだ。ごめんなさいね。やば、ダメだ、今日ちょっとハイだな。いいじゃん、うん、ドキドキしちゃってハイだわ。いいじゃん、今日はスペシャル回だからいい。確かにね、ふさわしいよ。うん、テンション上がってる。サンピアンとネネさん、明けましておめでとうございます。ネネさんやば。明けおめ。今年もお二人の楽しいトーク楽しみにしています、うん、話は今日めちゃくちゃ楽しいよ。ね、話はドットコム10月号に遡るのですが、うんうん、幼少期の頃のお話されていて、うん、実家ごとの独特なしつけ話されてましたね、うんうんうん、そう、サッピーのお家のね、佐藤さん家連れてくみたいな、うん、我が家もありましたよ、うん、自分がちっちゃベイビーな頃はよくおならを人前でしてふざけていました、うん、何度も注意されますがやめずに両親を困らせていたそうです、うん、そんな冬のある日、変わらずプップップとおならをする自分に母がストーブの前でしてごらん、おならはガスだからお尻に火が燃え移るよと自分を抱きかかえて連れて行こうとしました。もちろん火がつきたくない自分は必死に抵抗しますが、ちっちゃベイビーな自分の抵抗を虚しく連れて行かれてギャン泣きして謝って許してもらいました。その後もプップップップする自分を見つけるたびに連れて行こうとするので自然と人前ですることがなくなりました。そのおかげで今では人前でおならをしない立派で一人前の男になることができました。母に感謝です。最後になりますが、これからもお二人の活躍楽しみにしてますよ。バイバイ。面白。おかずのりさんの立派な人、大人の基準、そうめちゃくちゃハードル低い、ね。うん、人前でおならしない。え、でも逆にさ、うん、そんなちっちゃい時からさ、おならコントロールできるのすごくない？うん、え、プップップのこと、うん、おならってコントロールできるものなの？できる人できる。別に質問とかじゃなくて、うん、そういうことがあったから、私たち別になんかこの反応でいいんだよね。いい、うんうんうん、自分は独特なしつけでしたよ、うん、って話。いやー、おならのしつけはされたことないわ。ないなー、うん、私もなんか、うん、今年年始、うん、実家帰ってしつけ、うん、こういう系のやつで、うん、あ、そういえばそうだったなって思ったのは、うん、口笛吹くとめっちゃ怒られるパパに。あれー、嘘、うん、めっちゃ吹くのにいつも。あら、実家帰って口笛吹いてパパに、うん、めっちゃ何回も注意されて、年始も、うん、あ、そういえばうちそうだったと思って。夜だからとかじゃなくて、あ、でも日中も吹いてた。でも、うん、記憶では確かに昔夜吹いてる時に怒られて。あ、そうでも私年始夜じゃなくても吹いてて、うん、怒られた。へえ、言われた。あら、そういえばそうだったわって思い出した、その時に、うん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 、実家帰ってきたわ。なるほどね、感じた。へえ、うん、初対面の親の知人に挨拶しなさい。あ、スーパーとかで会ってね、挨拶しなさいを。挨拶は、まあ、しなさいはありますね。あるかな、あるかな、みたいな下りはある。
あ、確かにあったかも。でも、あんまり記憶いないかも。私はあったと思います。本当に、うん、私あんまりこう社交的じゃなかったからいなくなってたかも。あ、親の知り合いに親がばったり遭遇すると、ね、テーブルマナーは確かにやられましたね。あ、テーブルマナーあったね。やりました、テーブルマナーは。いまだにできてるかわかんないけど、やった、やった。好き嫌いの強制は受けてないでしょう。受けてるの？あ、でもあんま強制されてないかもね。ね、なんかあんまり好きじゃなかったり食べないなってやつはお弁当から排除されてたね。普通に入らなくなった、し、でもご飯系は好き嫌いあんまないから、私がダメだってスイーツとかじゃない？あ、確かに。だから多分強制多少はされてたと思う。あ、そうなんだ。強制ほどじゃない。なんかそのなんかオラ食べなさいみたいな感じではなくて、なんかなんかめっちゃ私お父さんに言われてたのは、あのまずいものって言ったらだけど、食べないと美味しいものの価値がわからないから。ちゃんと食べなさい。自分の中での舌を知るみたいなこと？なのかな。なんか好き嫌い関係なく、たまになんかこうお店とか行ったり、なんか買ったものでうわ美味しくなかったとかあって、わー風邪ひいた、テンション下げみたいなこととかあるじゃん。だからそういう時にパパが、まあでもね、言うんで、なんか美味しくないものを食べないと美味しいものを食べた時の価値わかんないからねみたいなことをめっちゃ言われてた。一理あると。とかだからパパは結構食べて、まあなんかその苦かったりとか独特の味とかして結構ねでも食べてみみたいなって、やだやだみたいな、だ時にいやなんか食べないとわかんないからみたいな。それはいいように使われてる。使われてる？あれ？使われてる？まあ、でも言ってることは共感できる。そう思う。確かにね。まあちょっと好き嫌いとちょっと違うけどね、それは。でも、強制されてないけど、苦手だったものは結構もう、あの昔に比べたらめっちゃ減った。ご飯は、ナスとかめっちゃ嫌いだったの私昔。ナスとかかぼちゃとか、あれ未だにね、あのお正月のおせちの黒豆とかはダメなんだけど。あ、そうなの。はいはい。でもナスとかは今美味しいと思えるし、セロリとかも美味しいと思えるから、大人になったね。確かにね。着地点分かんなかった。私も強制はされてないけれど、自分で食べられるようになったものがいっぱいある、大人になって良さに気づいたことがいっぱいある、食べ物は。ある、ある、ある、それこそヤングコーンだもん。あ、私にとって。私親善大使。そう、そう。ヤングコーンは苦手だった昔。まあでもやっぱ味覚は変わるよね。変わるね、絶対。確かに、はい、そんな感じですか。うん、ボリューム疲れたな。ボリューミーな回だったな。そう、うん、でも私も慣れてない。ほら全然、ほらタメ口にまだ、ほら慣れてないから、やっぱ難しい。そんな急には、そう急にはやっぱね難しい。昔みたいな、昔って前回までみたいなテンションで、でもなんかそういうスムーズむずい。少女漫画とかにあるそのなんか急になんかういういしいみたいな、あれから学んだ方がいいのか な、 なんかみんなどうやってました？どんな感じでやってたの？そうなの、関係性、時間が解決するし、なんか手つないだりとかするよね、そういう人たち。ここに当てはめるもんではない。いやでもね、ファンは喜ぶよきっと。本当？でもやるね。恥ずかしくて無理。やだやだ、私たちの場合は役に立たない。手をつないでもね。面白い。あ、わかりました。本当に？わかりました。わかりました。いやこれはちょっとみんな聞いてほしい回ですね。そうですね。てか聞かないとね、わけわかんないと思うから。う、ね、今後がそうね、こちらに誘導するためにもこの後の生放送をしっかりやっていきましょう。やっていきます。もちろんめっちゃタメ口聞きますわ。はい、はい、はい、というわけで今回はこんなところで以上ですかね。はい、感想やネタ投稿をお待ちしております。懸命にひえみや .com とすべてひらがなで明記の上、ひえみや@ワクテカ .live までお送りください。それではまた次回。ありがとうございます。いい回でしたわ。本当。
本当にずっとビビっててさ、でもねねさんはきっと私がそんな心の狭い人間だと思う。よかったね。今までの、ね、やり取りと関係値と宮原というキャラクターもちゃんと分かってんだから大丈夫だ。そう言ってくれてました。でも、でもすっげえ乙女だったよ。うん、今も不安。2日後ぐらいにやっぱあれなしでって言われるかも。弱いわ。